はい、本日ですね、マルキューではこの好天、この両団子の万能味ですね、これが発売されました。もうね、私自身、何度か使わせていただきましたけど、なんつっても、まあ、餌持ちがいい、餌持ちがいい割に細餌が簡単にできるという感じの餌になっております。実際にこの好天っていう、まあ、名前の意味なんですけど、マルキューにはこういうチャートがございます。この交わる線、この好天、そして皆さんの腸化が良くなる、好天するという意味の好天、こちらです。実際に、作ってみました。好天が4杯、800cc ですね。それに水が 200cc を熊手状でかき混ぜただけのボソの状態の餌が現在のこれです。で、これをですね、おしねりを加えてあげる。そうするとこういうエアーの抜けた状態になるんですけど、これをまた熊手状にほぐしてあげる。まあ、手の甲で少しこう撫でてあげて、また熊手状にかき混ぜてあげると簡単にボソタッチの餌がよみがえるという感じの餌です。ですので、アセタナの餌なんかの場合は、しっかり、持たすような餌が良かったりだとか、提灯の場合持たせるのが苦手だなっていう方は、ちょっと重ための餌とか、粘る餌を、軽く入れてあげるっていった感じで、使っていただければ非常に使いやすいんではないかなと思います。で、実際にこの好天の単菌をですね、水槽の方で入れてみたいと思うんですけど、もう本当に、エア抜いただけの餌をちょっと入れてみます。まあ、マルキューの餌の中では、まあ、ガッテンですとか GTS ですとか、比較的、パウダーベッドとか真ん中に近いところの餌があるんですけど、開く系の真ん中の餌と、剥がれていく系の、中間の餌があると思います。で、この好天はどっちかっていうと周りから剥がれていく系の、真ん中の餌になります。で、実際に今こう剥がれているって感じですね。はい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 。で、その割にしっかり芯持ちはしている。もうここまで持っていれば十分の団子の餌になると思いますんで、もうしっかり懐に残って、芯が残っている。で、バクッと食いつくと、まあ、空振りが少ないということになります。で、この中でですね、私は少しアレンジを、ブレンドのパターンをいろいろ試してもいるんですけど、これ今実際に、作ってみましたのが、裏書きにある、ガッテンが 400cc、 そして好天が 400cc という、ブレンドになります。これもちょっと水槽の中に入れてみようかな。これもですね、ボソで作ったものを、押して、少しおしねりをして、おしねりをしただけっていう感じですね。はい、じゃ入れてみます。どうかな、ちょっと合わせがついちゃったかな。まあ、先ほども言いましたけど、ガッテンはどっちかっていうと膨らむ系、そして好天が、しっかり芯持ち系ですんで、先ほどとまあ大きさは、つけた大きさはそんなに変わらないんですけど、実際にこうボワって、オフが膨らんできてるなっていう感じが、分かると思います。ですので、膨らむとどうしても、張り持ちが悪くなりますから、餌打ちはこんな感じで餌打ちしていってもいいと思うんですけど、当たってくるようになった時に持たなくなる可能性があります。そういった時はこういう BB フラッシュですとか浅玉1本、またはこうカルネバとかっていう、こう持つ餌がマルキューにいっぱいありますんで、先ほどの単品より若干、持ったかなっていう程度だと思います。ですので、こういった、粘る餌などを入れながら使ってもらうと思います。で、それとですね、私が、実際にこれすげえ釣れるなって思ったブレンドがですね、好天が 400cc で、マッハが 200cc、 そしてカルネバが 100cc で、水が 200cc というブレンドです。これは、管理釣り場のタンバリスの提灯の両団子ですとか、また、ちょっと、手水を打ったりしていただいて、
そのまんま、浅い棚なんかにも使える餌になると思います。実際にこれ入れてみます。やっぱカルネバ入れた分だけ周りからのこの剥がれ方っていうのが実際に弱くなってると見て分かると思うんですけど、それに後天の、持ちかけ、そしてマッハの、ばらけ性とうまくこうブレンドされてるなっていう感じがします。私実際に、このブレンドを何度か試してみたんですけど、すっごい釣れるんですよね。なので、ぜひ試していただきたいなと思うんですけど、やっぱりこうガッテンの先ほどのガッテンのブレンドよりは開くというよりはカルネバの、しっかりとした持たせ方、持ち加減っていうのが実際に現れていると思います。いい感じですね。このばらけ方、ここでヘラパクっていくと、まあ、食べたくなっちゃうんですよね、多分ね、ヘラがね、はい、てなことで、本日ですね、発売されました、マルキューから発売されました、万能団子屋さん後天、ぜひ、皆さん、釣り場に行けるようになりましたら、ぜひ一袋とか、ね、釣り場持ってってもらってですね、今が楽しい、両団子ぜひ試していただきたいと思います。よろしくお願いします。